久保洋子は、鹿児島県奄見大島出身のバイオリニスト、音楽教育者。バイオリニスト、3歳より、名瀬市で薬局を経営する、父の手ほどきによって、バイオリンを始める。当時は、第二次世界大戦後まもない時期で混乱が続いており、また貧しかったため、本物のバイオリンではなく、父が手作りしたブリキのバイオリンを弾いていたという。本人曰く、 まさに子供の遊びであったとのこと。5歳の時に天気が訪れ、当時人気を博していた石井緑舞踊団が船で沖縄公園に向かう途中台風に会い、奄美大島に停泊。船には石井緑の夫で著名なバイオリニストの織田泉も登場しており、これを聞きつけた両親が久保を連れて織田の元を訪ねた。 織田の前で聞かせてみたところ、絶賛され、自分が面倒を見るので、東京まで出てくるように言われたという。織田の言葉に、両親は久保を東京に送り出そうとしたものの、当時の天見大島は、アメリカ領であり、子供の留学は認められなかった。困った両親は、最終手段として、わざわざ離婚し、母が娘を連れ鹿児島の実家に戻るという形で、島を出た。 ようやく上京した時には、織田との出会いからすでに3年が経過していたが、それでも織田は、よく来たと歓迎してくれたくれたという。このエピソードについて、久保は、台風が来たことによる偶然と両親の果敢な行動がなかったら、今の久保陽子はなかったでしょう。本当に奇跡だと思いますと話している。その後、学校法人、東方学園が教授として、 フランスより招き入れたジャンルイスナール、東方の創設者である、斉藤秀夫に1一歳から支持。1960年には、毎日新聞社と NHK 主催の第22回音楽コンクールで、第2位となる。1962年、東方女子高等学校音楽科を卒業と同時に、チャイコフスキー国際コンクールに挑み、ソ連のニーナ・ベイリナと並び、3位入賞を果たした。 その結果によって、メディアによって広く日本に知られることとなり、有名人が出演するテレビの小川博志賞にも呼ばれている。チャイコフスキー国際コンクールにおける実績をバネに、さらに国際的な音楽家となるべく、フランス政府級非留学生として1963年からパリに留学。翌1964年に、バイオリンの超絶技巧を要する最難関コンクールで、ある、 パガニーニ国際バイオリンコンクールへ出場し、第2位入賞を果たした。翌1965年にロンティボー国際コンクールにて、第2位。1966年、マルセイユ音楽院ディプロマコースを卒業。1967年からスイスに渡り、巨匠、ヨーゼフシゲティに、その高い実力を認められ支持することとなる。1967年、 アルベルト・クルチ国際バイオリンコンクールにて第1位を獲得した。1972年に帰国。世界的なソロ活動を頻繁に展開する一方、室内楽でも活発な活動を続け、教育の面でも数多くの演奏家を輩出している。ピアニストである広中隆と結婚し、1974年に霧五十奏団を結成。 同年の東京国際音楽コンクール第2位、斉藤秀夫賞受賞。1995年6月には、ジャパンストリングクワルテットを結成し、ベートーベンの弦楽四重奏曲の全曲演奏を、はじめ多くの弦楽四重奏曲にて技を披露した。その評価は、バッハの無伴奏ソナタを取り上げた1979年のリサイタルに対する集中力も強大であり、 熱い機会が溢れ出ていたが、その中にも冷静さを忘れず、バッハ演奏の壁を源として見つめつつも、世界を狭めていなかったといった表あたりに集約されている。60歳となった2003年には、自身の歓励を記念した CD 制作を機会に、自身のレーベルである、久保洋子を設立。生演奏と全く違う CD 制作を経験することで、 逆に演奏そのものの完成度が高まってきたという。2005年に夫の弘中隆チェリストの堀良介と共に、久保洋子トリオを結成。倉敷音楽祭、大垣音楽祭などのディレクターとしても活躍。また、2010年の柏原ジングルゴチンザ120年記念大祭においては、出席された秋篠宮夫妻の前でも演奏を披露した。さらに、 2011年12月から4月にかけて70回のミニライブを観光。これは東日本大震災を受けて企画されたもので、久保は雄大で神聖な場所で演奏することに特別な意味があります。震災で被災された方々へ復興を願う祈りの気持ちも込めて演奏していますと話している。水戸室内管弦楽団団とも2011年3月まで 東京音楽大学の教授を務め、吉田徳高、渡辺舞良も指導した。久保陽子プロフィール。2020年3月13日閲覧。全国版天マ人物名鑑 p 8 4 9 9 8 1年、アドタイムス天マ広島和夫編。音楽は祈りそれが私の心バイオリニスト、久保陽子さん。株式会社新聞編集センター。 2020年3月13日閲覧。音楽の友6月号、長谷川武久。ありがとうございます。